ルくん、次の章へ進むんだ。さあ、ステータス更新が終わったよ。レベルが上がっても特に何も変わらないですね。力が溢れてくるなんてことになると思ってたのかい？はい、それなりには。まあ、そのうち実感できるさ。それより、朗報があるんだけど、聞きたいかい？朗報？何ですか？スキルさ。え？君の二つ目じゃなくて、うん、ほら、あれだ、君の待望だったスキルが発現したんだよ。アルゴノート。うわー、スキルだ！やった！やりましたよ、神様！アルゴノート、効果はアクティブアクションに対するチャージ実行権。効果の具体的な内容はダンジョンで試して確認するとしてだ。ベル君、何ですか？こんなスキルが発現するってことはさ、ベル君、いい年をしておとぎ話の英雄に憧れてるね。いや、そんな。ベル君、かわいいね。うわはは、神様のバカ。うん、さて、ベル君、僕はこれから出かけるから、帰る頃には機嫌を直しておいてくれよ。どこに行くんですか？今日は3ヶ月に一度行われる神の会合、デナテスの日なんだ。デナテスって、もしかして？そうだよ、ベル君、ここでランクアップしたものの二つ名が決まる。すなわち、君の二つ名も。それじゃあ僕もアイスさんみたいな二つ名をいただけるんですか？えらく乗り気だね。それはそうですよ、二つ名といったら冒険者の代名詞みたいなものじゃないですか。代名詞ね。まあいい、とにかく行ってくるから留守を頼んだよ。はい、行ってらっしゃい、神様。クロッツォさんか。ベル君、ベル君、喜んでくれ。神様、じゃあ。やったぞ、無難だ。はい。君の二つ名はリトルルーキーだ。だから、なんでいつもあんな端っこに。そうは言われても、上の決定ですし、こちとら命がけでやってんだぞ。もうちょっとマシな扱いをだな。ああ、いらっしゃいませ。何かご用ですか？ああ、防具を探してまして。はいはい、どのようなものを？ベルフ・クロッツさんの作品って、今は売られてないんですか？は？ベルフ・クロッツ氏の作品をお求めですか？あ、はい。ざまにやがれ！俺にだってな、顧客の一人くらいついてんだよ！あるぞ、冒険者。ベルフ・クロッツの防具ならな。でも、これってあなたのものじゃ。ああ。俺のもの、俺が打った作品だ。
あ、もしかして。ああ、俺がベルフ・クロッドだ。しかし噂のリトルルーキーが俺の防具を買いに来てくれるなんてな。僕もクロッドさんに会えるなんて思いませんでした。なあ、そのクロッドさんというのはやめてくれないか。そう呼ばれるのは嫌いなんだ。じゃあベルフさん。さん付けか。まあ今はいいか。じゃあちょっと話を聞いてくれ。あ、はい。俺の作品は剣だろうが鎧だろうが全く売れない。自分で言うのもなんだが、いい作品を出している自信がある。けどからっきしだ。購入されるあと一歩手前で返却されるらしい。だがそこにお前が現れた。俺の鎧の価値を認めてくれる冒険者かな。お前は二度も俺の作品を買いに来てくれた。つまりもう俺の顧客だ。違うか。結局な、下っ端の鍛冶師の俺たちは客を奪い合ってるんだ。有名になれば誰も彼も寄ってくるが、無名だとそうはいかない。俺たちの作品は同じ未熟な冒険者が懐具合と相談してたまたま買い取っていく、そんなもんなんだ。だからこそ貴重なんだよ。たまたま懐具合と合致して買った制作者の防具をまた買いに来てくれる客っていうのはな。つまり僕にこれからも顧客でいてほしいということですか。間違いじゃないが、もう少し奥に踏み込ませてもらう。俺と直接契約しないか、ベル・クラネル。直接契約。お前の専属になって武器でも防具でも作ってやる。ただ俺のわがままを聞いてくれるとはありがたい。何ですか。俺をお前のパーティーに入れてくれ。え、でもベルフさんはファミリアに属しているんですよね。ああ、ヘファイストスファミリアにな。だったらファミリアの方とパーティーを組んだ方がいいんじゃないでしょうか。身内の恥なんて晒したくないんだが、あいつらいざダンジョンに行こうとすると俺だけ抜け物にするんだ。信じられるか。それはちょっとひどいですね。なあベル、頼む。この通りだ。俺をお前のパーティーに入れてくれ。見ててください。ヘッ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 。見ててください。ヘッ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 パーティーを組むとこんなに楽なんだな。ベルフさんの到達階層も11階層なんでしたっけ。ああそうだ。それにしても悪いなベル、昨日の今日でこんな無茶聞いてもらって。まあ いえ、ベルフさんが火事のアビリティを手に入れるっていうなら契約した僕も無関係じゃありませんし、それにこんないい防具をいただいた後じゃ断れるものも断れない気も。新しいお仲間が増えたと聞いてみれば。何ですか、ただベル様が物に釣られて買収されただけではありませんか。
や、厄介事っていうのはちょっとひどいんじゃ。ベル様、どうしてリリに相談もなしに勝手にパーティー編入を決めたんですか。ダメだったかな。ダメではありません。ありませんが、こういうことはリリを通してもらわないと困ります。リリはフェスティア様にベル様の身の回りのことも頼まれているんですから。え、そうなの。なんだ、そんなに俺が邪魔か、チビスケ。チビではありません。リリにはリリルカアーデという名前があります。そうか、じゃあよろしくな、リリスケ。もういいです。でもさ、リリ、僕気に入っているんだ、このベルフクロッツォさんの作る防具が。だから。クロッツォ？今クロッツォって言いましたか？あ、うん。あの呪われた魔剣カジ氏の、没落したカジ貴族の。え、何それ。知らないんですか、ベル様。うん。クロッツォとは、一昔前とある王家に魔剣を献上することで貴族の地位を得た名門カジ一族の家名です。クロッツォの打つ作品は全て魔剣だったと伝わっており、彼らが世代を通して王族に送った剣の数は数千、数万に及んだと言われています。数万ですが、ある日を境に王家からの信頼を失ってしまい、今では完全に没落したと。ああ、ただの落ちぶれ貴族の名だ。今はそんなことどうでもいいだろう。でも、そんなことよりもそろそろ戻ろうぜ。ポーションも底をつく頃だろう。そんなに人が良くて男の子だったら何も問題ないな。僕ももろ手を挙げて歓迎するよ。ベル君、その子を逃がしちゃダメだぜ。はい、パーティーでスリーマンセルを組めば危険もぐっと低くなるって聞きますから。なんとしてでも捕まえておくんだ。君とサポーター君が二人っきりの状態は非常に危険だからね。危険？あ、そうだ、神様、ベルフさんのクロッツォという仮名について何か聞いたりしていませんか？クロッツォの魔剣だろ？多分ベル君が知っていることとはあまり大差ないと思うな。そうですか。でもそのカジシ君の評判なら教えてあげることができるかな。え？ベル君、僕がどこで働いているか忘れたかい？カジシ君がヘファイストスのファミリアに属してるって聞いてね、仕事の合間にちょっと情報を集めてみたんだよ。そんなことして大丈夫なんですか？平気平気、聞いたって言ってもヘファイストスにだからね。それにヘファイストスとの雑談の中でよく出てくる名前なんだ。だからこちらから話を振らなくても向こうが勝手に話してくれるんだよ。ちょっと待ってください、ヘファイストス様がベルフさんのことを話していたんですか？しかも雑談の中で。うん、カジ氏としての腕前はいいみたいだよ。まだ目は出てないみたいだけど、それに光るものがあるって目にかけてるみたいだ。しかしだ、ファミリアの中となるとその評価が逆転する。ヘファイストスの言葉とは打って変わって彼の評価は厳しいものになるんだ。どういうことですか？結論から言っちゃうと、彼は魔剣が打てるらしい。その出来はファミリアにある既存の魔剣作品、上級鍛冶師の作品をもしのぐって言われてる。でも彼は魔剣を作らないんだ。え？一度作ってしまえば富と名声が約束されてるはずなのに、彼は魔剣を打とうとしない。頑なまでにね。
ミリアの中じゃ宝の持ち腐れって嘆かれていたよ。どうしてベルフさんは魔剣を打たないんですか？さあ、そこまではわからないな。腕は確か。でも何か訳ありってところかな。君が契約したカジシ君は。よし、今日もダンジョン探索頑張ろうぜ。どうしたアベル、難しい顔して。なんでもありませんよ。任せとけ。見ててください。じゃあ発動したのかい、君のスキルが。はい、多分ですけど、発動条件は英雄たちのことを思い浮かべることだと思います。なるほど。発動条件以外には何かあったかい？ですね、リーンリーンってチャイムのような音がして手が白い粒に包まれました。それでファイアボルトを打ったら威力が驚くくらいに上がってインファントドラゴンを倒しちゃったんです。アクティブアクションに対するチャージ実行権か。あのチャージ実行権ということは、おそらくだけどチャージした分だけ効果が上昇すると考えておいていいんじゃないかな。ベル君、僕の勝手な見解を言わせてもらってもいいかな。あ、はい、何でしょう。君のそのスキルは逆転の力だ。自分より強大な敵を打ち倒すための力。どんな窮地も覆す可能性を持った。言っちゃうなら資格かな。資格ですか？バカみたいに英雄に憧れる子供が英雄になるための切符ってところかな。その一撃に全てをかけて、その一撃に力の全てを注ぎ込む。圧倒的な力の不条理に対して、そのたった一つのちっぽけな力で逆らうんだ。すなわち君が手に入れたものは英雄の一撃ってわけだ。やっぱり僕このライトアーマーだけで十分ですよ、ベルフさん。遠慮するな、カジシに二言はない。いやでもですね、ベル、分かった風な口を聞くけどな、お前はもっと欲深くなった方がいいと思うぞ。冒険者ってのはもしもの時のためにも今できる最高の準備ってやつを整えなきゃいけないんじゃないか。ああ、それは確かに。さて、じゃあ何を作るか、希望はあるか。あ、ベルフさん、壁に飾られてるこの体験は使っちゃダメなんですか？ダメってことはないが、それ店から返された売れ残りだぞ。そうなんですか、いい剣なのに。ベル、お前は魔剣を欲しがらないんだな。聞いたんだろ、
お前んとこの主神ヘスティア様から俺が魔剣を作れること。すみません、神様は悪気はあったわけじゃなくて。ああ、別にいいんだ。自分ところの団員が契約を結んだ相手だし、気持ちはわかる。でもベルが俺のことを知って態度を変えるか、少し気になった。悪い、試すような真似をして。いえ、気にしないでください。で、何を作るかって話に戻すが、何か欲しいものはあるか？なあ、ずっと気になってたんだが、その腰からぶら下げてるのは何かのドロップアイテムか？あ、はい、ミノタウロスの角です。なんだか手放せなくて。なんならそれを使うか。その角を材料にして装備品を作るんだ。そんなことできるんですか？ああ、ミノタウロスから取れるドロップアイテムは何だって武具に活用できるからな。ああ、ぜひお願いします。ああ、任せとけ。よし、できたぞ。うわ、素材が良かったんだろうな。俺の作品の中で間違いなく最高の出来だ。よし、じゃあ名前をつけるか。牛若丸、いや、ミノタウロスの担当だからミノタ。いやいやいや、最初のやつでいいじゃないですか。ベルは牛若丸の方がいいのか？悩む必要皆無です。そっか、じゃあ牛若丸にするか。ありがとうございます、ベルさん。なあベル、もう一つだけ話を聞いてくれるか？話ですか？まあ理由はいろいろあるんだが、俺魔剣が嫌いなんだ。そもそも俺たちの一族が魔剣を撃てるようになったのは、クロッドの家名になった初代がモンスターに襲われていたある種族を助け出したことからだった。ある種族って？精霊だ。助けられた精霊は瀕死の重傷を負った初代を何とか生かそうとしたらしい。体の一部を切って自分の血を分け与えたんだ。それじゃクロッドには？ああ、精霊の血が流れてる。精霊の血を飲んだ初代はそれから魔剣を撃てるようになったらしい。だが魔剣を撃てたのは初代だけだ。初代の子孫には精霊の力が表面化することはなかった。だが数代前のクロッゾが神に恩恵を授かった時、それは発現した。スキル？ああ、それからはリリスケの言った通りだ。従来よりもはるかに強力だった魔剣を持ってクロッゾは王家に売り込みに行った。魔剣のおかげで国は戦争で敵知らず、褒美と賞賛がひっきりなしにやってくる。思い上がるには十分すぎたんだろうな。クロッゾは体に流れてる精霊の血を忘れ、魔剣の力は自分たちの力だと錯覚して、私利私欲のためだけに魔剣を安易に量産し続けた。クロッゾが仕えていた王家は各地で暴れ回って、里を焼かれたエルフから恨みを買った。恨みを買ったのはエルフだけじゃない、初代に血を与えた精霊たちからもだ。精霊たちからも？精霊は自然豊かな土地を好むからな。エルフが里を焼かれたように精霊たちも居場所を追われたんだろう。そしてとある戦争の際、それが起こった。魔剣が何の前触れもなく破砕したんだよ。使用する前に木っ端みじんだ。同じ時期クロッゾも魔剣を一切作れなくなった。精霊の呪い、一族の没落の始まりってわけだ。ベルフさんは魔剣を作れるんですよね？ああ、撃てるな。俺はなぜか知らんが。で、それを知った親父たちは魔剣を作れと強要してきた。クロッゾの栄華を取り戻すため、王家に取り入るための道具を撃てと、そう抜かしやがった。違うだろ。そうじゃないだろ。武器ってやつは政治の道具でも成り上がるための手段でもない。
武器は使い手の半身だ。使い手がたった一人でどんな窮地に立たされたとしても武器だけは裏切っちゃいけない。束を握られた時、そいつと使い手は一心同体。俺たちはそんな作品を送り出さなきゃいけないんだ。俺は魔剣が嫌いだ。使い手を残して絶対に砕けていく。俺は魔剣が大嫌いだ。あれの力は人を腐らせる。ベルフさん、変な話をしてすまない。でもお前には知っておいてほしかったんだ。あと、何ですか？いい加減堅苦しい呼び方はやめないか。会ってまだ間もないんだし、信頼丸ごと預けろとは言わない。ただリリスケみたいに俺をそれっぽく呼んでくれよ。仲間みたいにな。うん、わかった、ベルフ。